何でしょうか。ザボーイズオブさんのおすすめするお花見スポットを紹介します。イエーイ。お花見スポットをですね、3箇所皆さんにご紹介しようと思うんですけど、まずはここ1箇所目が三楽センテコモという場所に来ました。ルネステ駅っていうちょっと長い駅名のところなんですけども、そこからもうすぐに見えてるので3人で今から行こうと思います。えい、せーの、ゴボーシー。ここはあの日本みたいにさ、シート引いてお弁当を食べてっていうよりかはこう歩きながら見れる。うわー、めっちゃトンネルみたい。桜、あーめっちゃ綺麗。なんか看板出てる。なんか出てます。あっこからね。あっこからですかね。桜って書いてあるもん。ここまだウォーミングアップやったんやな。あっこからや。入り口、看板、桜って感じ。一年中これなんですか。どうなの。桜の道やでって感じ。なんか焼きトウモロコシが売ってるみたいです。どこに。今おもちゃの時期に食べてた。食べてました。あ、なんか登るとこ。ほんまや、登ってみよう。うわ、これはめっちゃいい。白いな。白いですね。ピンクじゃない。でもつぼみは結構ピンクですよ。ほんまや。咲いたら白くなるみたいな感じですよ。いやこれ終わりないでな。ほんまにないです。トウモロコシ探し続けても向こうのところまで行くかもしれない。なあ、それでトウモロコシなかったらどうする。もう買えるよ。なんかいっぱいあります。あ、いっぱいある、いっぱいある。1個2000ウォンで3つで5000ウォンみたいです。いや、食べてみて。いただきます。これ何の味やろ。あれだもん。トウモロコシなんじゃないの。トウモロコシじゃない。トウモロコシやった。もち米。もち米。なんかそんな感じ。これが1個3000ウォン。うん、甘くて美味しくない。甘いな。じゃあ辛いかなって思った。うん、もっと照り焼きっぽい味やと思ってた。なんかデミグラスソースみたいな。ガボイソがおすすめするお花見スポット、1箇所目がここ、三楽センテコモでした。で、今から2つに分かれてですね、残りの2箇所も紹介したいと思います。バイバーイ。バイバーイ。センテコモからソミョン駅にまた来ました。で、ここから私も合流したいと思います。イエーイ。社長もいます。あ、そうですね、私も合流でしたね。はい。から2つに分かれるっていう話をしたんですけど、はい、どう分かります。チーム的にはここで分かれて、私とももかで1号線の一番上の方にあるももさんっていうお寺に行きたいと思います。まあ有名ですね。有名です。桜めっちゃ綺麗らしいんですよ。あれですよ、ももさんの駅からバス乗らないといけないですからね。ええ、あれマジか。どっちは。私はタレマジギレに行きます。2人で。どこにあのタレマジギレ。天然屋あります。見たことある。さっき覚えたの言ったからね。タイマチギルってどの辺にあんの。知らないよね。駅の名前。ヘンデにあります。ボイスおすすめって言ってるのに誰も知らん。おすすめついでに、はい、まあ、自分たちも行こうよという、はい、とこですよね。はい、そうです。せーの、ゴロッシー。はい、では今ここはですね、地下鉄1号線ポモサ駅の7番出口に来ました。はい、でですね、これからバスに乗ってもっと上のお寺の方まで行こうと思います。出てすぐに左、これが7番出口ね。はい、ずっとこちらあれやんな、直進したやんな。まっすぐ来てこのマートの看板が見えたらこの90番のバスに乗るんですけど、はい、ここにも書いてますね、ポモサ駅90番。ポモサ行き90番。分かる。
メピョンソっていうバス停で降りたんですけど、メピョンソがあれ、バイ…チケット売り場売券店で、先そこにあったんですよ、チケット売り場が、うん、なので、あ、お金かかるんかなと思って中入りたんですけど、チケット買わないとダメなんですかって聞いたら、いや、普通に行ったらいいですよって言われて、いや、あそこで何のためだ、チケット売り場で何のチケットを買わないといけないのかちょっとわからないです。今の時点で桜がなさすぎて、ちょっと私と大岡は焦ってます。不安です、はい、見てください、前全然あの緑緑しまだ緑ですけど、もうちょっと頑張って歩いてみましょうか。ですね、調べたんですよ、桜がないっていうことで。そしたらバスで来たじゃないですか、うん、バスじゃなくってサンチェクロ散歩道、うん、に桜がすごい咲いているそうです。あの、下山しようと思います。さっき一緒にその散歩道の方下っていくって言ったんですけども、はい、あの、どこにあるんですかって場所を聞いたんですね、うん、そしたら、いや、まだ桜咲いてへんねんけど名所で出てたんだなので、あの、ここから近いまた別のところに今から行こうと思います。はい、ご期待ください。バイバーイ。わということで、はい、ポモサからですね、地下鉄に乗って京田駅というところに来ました、はい、で、ここがですね、オンチョンチョンっていう川があって、うん、そこの川沿いにこう桜がこうわーってなってるので、そっちの方に行きたいと思います、はい、はい、で、行き方はこの4番出口か6番出口を出たら、すぐ大通りがあるので、大通り沿いにまっすぐ行ったらそこに着くようになってます。はい、入ってみましょう。ゴーチー。さっき4番と6番と来たんですけど、6番やとちょっとこっちの道に渡らないといけないので、4番から来るとまっすぐ来ることができました。下に階段があるので、そこを降りていこうと思います。おー、何ここ、散歩道みたいな感じの。そうです。おー、皆さん見てください、こう向こう側にずーっと桜が咲いてるので、はい、そっちをこうで、ここが夜桜も綺麗らしくって、うわ、夜になると、うん、こう周りをちゃんとライトアップされて、うん、すごい綺麗に見えるようになってるみたいです。あ、そうなんや。お花見してある人もおる。多いですよね。いいなシート持ってきて、なんか あの、あそこに金箔屋さんとかも結構あったやんか、うん、駅の方に金箔とか買って、河川敷沿いに桜がすごい咲いてる感じですね。あっち行った、あっちも、あっちはあっちで咲いてるんだ。ですね、両サイドに咲いてます。オンチョンチョン、オンチョン川沿いにあるので、こういう風に向こう岸に渡ることができます。後で見っか。はい、皆さん落ちないでくださいね。フリちょっと今携帯の皆さん着替え持ってきてるんですか、もしかして。やめたい、ほんまに。イエーイ。期待通り落ちずに。あー、うさん渡り切りました。こっちからもちょっと見てください。めっちゃ綺麗。おー、夜も来てみたい。夜来たらな、もっと綺麗なんちゃうかなと。こっちまでずっと続いてるよ。ずっとずっと続いてますね、向こう側まで。おー、めっちゃ綺麗。あんちゃんちゃんの花ですね。桜を紹介したんですけど、あの、ホモサからですね、はい、はるばる、はい、ちょっと残念やったんですけど、こっちもめっちゃ綺麗でしたね。はい、皆さん伝わりましたか、この綺麗さ。めっちゃ綺麗やったんですよ、ほんまに、はい、はい、実際にぜひ旅行中に桜がかぶれば、はい、来てみてください。はい、では次は平雲殿の方面の、はい、春間地球っていうことですね。はい、そっちも気になるので、そちらどうぞ。まあ、私たちはホモカさんとユウさんと別れて春間地球に来ました。2号線津野駅から徒歩 600m で歩いたところにあります。はい、まあ、真っすぐですよね、海側に。平雲殿から、タルマジッキルに向かっていくちょうど入り口、こっからタルマジッキル、まあ、道が始まるという形になるんですけど、タルマジという言葉の意味、道が合わさるみたいな。違います。ちょっと分かんない。タルって何ですか。タル、タル、タル、月、月、月で、マジですから合う。だから月が、月が見える丘というんでしょうか。言えば月の光がですね、ここに輝く丘という意味でタルマジッキルと
いう意味になってます。じゃあ今日は、この樽間寺のちょっと桜の道をずっと通りながらね、その模様をお伝えをしようと思ってます。ちょっと坂道ですけど大丈夫です？大丈夫です。うん、若いですもんね。そろそろ行きますか。はい、じゃあせーの、で今あの週末なので、みんなこの樽間寺キルを、まあ、遊ぼうっていうんでしょうか、あの来ようということで車が並んでます。桜見ながら歩いてたらそんなにきつくはないです。ああ、なるほど。でまだ始まったばかりですよ。もっと行くんですか。もっともっと行きます。もう終わりな感じしか。あ、そう。もうみんな写真をめっちゃ撮ろうと。おちょっとここ綺麗ですね。うん。さすがあの平雲で、さすがに綺麗ですね。はい、平雲亭がちょうど右手あたり の, あのちょうどしあの白浜が、はい、砂浜がちょっと見えます。すごいね、このハート。これがまたインスタ映え、インスタ映え探しですね。はい、結構あのカジュアルチックな、あのおしゃれなカフェが続いてますね。カフェもテラス席がめっちゃあるから、桜見ながらもあのカフェできるみたい。いいですね。木もでかいし枝も長いから、車で来るだけでもちゃんと見れる感じ。ああそうだね、通るだけでもね。ヘウォルジョンと見た目あれですね、頂上ですね。完全にタルマジッキルは終了です。終了です。はい、終了です。一応歩いてきましたね、最後まで、はい、どうでしたか。見えてる桜、見えてる部分もめっちゃ綺麗やったんですけど、桜がない季節、春夏秋冬全部楽しめそうな道でした。全部桜見ながら歩いてるからめっちゃこうリラックスできて、ヒーリングにも良かったです。ちょうどあの木で隠れてますけど、もう後ろは本当に海なんですよね。うん、だからそういうのもあのヒーリングのポイントになるんじゃないかなと思います。じゃあ樽間寺キル、桜、リポート終わりましょうか。以上、ババイドクさんでした。バイバイ。